はい、良い子のみんな、お相撲は親御町のお兄さん、ヘビリンだよ、チェックというわけでございまして、改めましてこんにちは、片瀬奈々でございます。相撲界の裏の裏というわけでございまして、先日のですね、お話をした通り、今日はですね、相撲界を取り巻く放送関係者たちの利権争いは醜いばかりをお話ししたいと思います。相撲放送といえば国営テレビ局がやっているが、ここにも問題は多い。若手アナウンサーは相撲音痴が多く、またベテランには利権をめぐる派閥争い、そして内紛がある。ブラウン管から映し出される上品さとは大違い。力士の間での受けも良くない。千秋楽の優勝力士インタビュー、東の支度部屋で髷を結い直しながら受ける千秋楽恒例のもの。ここで一悶着。このインタビューは記者会見と同じ扱い。つまりテレビ局のアナウンサーがマイクを向け、優勝力士の話を聞き出すのだが、聞き方があまりにも幼稚で稚拙。素人丸出しの質問をするとあって、記者からは非難轟々である。例えば、優勝したご気分は、嬉しいです。優勝の秘訣は、自分の相撲を取れたからだと思います。とこんな具合。これでは記事を書けるわけがない。これでは皆様の NHK などといううすらとぼけたキャッチフレーズが廃るというもの。若手がこうならベテランはもっとひどい。両巨頭による利権争い、派閥、縄張り。杉山と刈谷の2人のベテランのアナウンサー、すでにテレビ局を退職し、今は向正面の放送席からねっとりとしたうすら汚いゲー丸出しの口調でレポートをしている例の人で、相撲のない時はもっぱらアルバイトに勤しむ乞食野郎。相撲関係の本を出版してみたり、大相撲と私といった講演会をこなしていたかと思えば、力士の結婚式、昇進披露パーティーといった司会もする。まさに大忙し。自称国技の顔だけに結構身入りもよく小銭を貯めているとの噂。先輩アナの杉山がこの利権を独り占めしていたところに刈谷が参入してくる。おまけに杉山のお得意さんである一門の仕事を根こそぎこなしていったのだ。もちろん一種の営業努力が実ったわけだが、杉山としてみればたまったものではない。もともと現役時代から両者は犬猿の仲で、アルバイトの縄張りをかけたサバイバル合戦が火蓋を切る。ある年の名古屋場所の記者クラブ、杉山と刈谷の周りには誰もいない。すべて支度部屋に行っている。突っ張り学生がよく人気のない体育館の裏で喧嘩をするように、二人も記者クラブを選んだようだった。このような会話が出てきた。再現したテープを回してみると、刈谷はこのように言う。君はなぜ二所一門の仕事をした？あれは僕がもう話をつけていた、と迫る杉山。刈谷はですから私は知りません、と。それでも負けてはいない、こっちだって生活がかかっている。もう二度とあそこの仕事はしないでくれたまえと杉山は絶叫する。そこになんと記者たちが帰ってきてしまった。悲しいかな、興奮のあまり時間を考えていなかった。すでに結びの一番が終わり、取材を済ませた記者たちが引き上げてくる。分刻みの仕事をするアナウンサーが時を経つのを忘れてしまった。激高する二人に視線が突き刺さり、クラブが一瞬のうちに静まり返ってしまった。まあこれからもよろしく頼むよ、と杉山は刈谷の肩を叩き、まるで逃げるようにクラブから去っていった。恥ずかしさと憤りで刈谷の顔は真っ赤。それでも職業病なのか笑顔を浮かべ、悠々と姿を消してしまった。この杉山、力士の間での評判はすこぶる悪い。こちらで告げ口をしたかと思えば、次の日はあちらで告げ口。それもまるで逆のことを言う。力士だってバカじゃない。そんな杉山の世渡り術もすべてお見通しである。ちょっと勝てばすぐにすり寄ってくる。私は以前から君のすごい才能の持ち主だと思っていた、とにやつき、気持ち悪く手を握ってくる。ゲイそのものである。翌日から負け出すと知らんぷり。もう見向きもしない。力士たちは杉山に手を握られたら今場所はもうおしまいと恐れをなしているのだ。握手に来ると、今稽古をやっていたので
手が汗でベトベトなんです、と断る力士が多い。こちらも生活がかかっているからだ。出番前なのに平気で取材と言って声をかけてくる芸の杉山。そして言ってもないことを向こう正面からレポートで伝えてしまうこの芸の杉山。そんな疫病神退治に乗り出した力士の意向を汲んで魔女狩りに出た。杉山をおだて上げて食事に連れ出した千代の富士。まあまあと言いながら酒を飲ませた。それでもアルコール度の強いやつを飲ませる。ヘベレキになるまで飲ませた。腰もフラフラ、吐いても千代の富士のお酌は止まらない。そしてタクシーにぶち込んで一丁上がり。すっきりしたよ、気持ちが良かったね、とは千代の富士。これに懲りたのが、今度は高花田がいる藤島部屋に通い出した芸の杉山。それでも噂によればもうすでに出入り禁止になったとか。高花田関の結婚式の司会は私めに、と芸の杉山。この一言が命取りになったのである。というわけでございました。いかがでございましたでしょうか。お客様のご期待通りになりましたが、ご期待通りにならなかったのかもしれませんね。ですね、今日のよもやま話、これに、補足をしておきましょう。この杉山邦弘氏のですね、実の弟はですね、堀尾照久と言いましてですね、日本の教育界の、オピニオンリーダーの一人であります。日本教育学会とかでの会長してますね。ちなみに彼のめちゃくちゃな左翼思想はですね、今日の学ぶ生徒たちのですね、悪の元凶と言われています。私たちはもうそのように呼んでいます。子どもたちの人権権利とかと言いましてですね、もうそれはそれはもうむちゃくちゃな思想をやっております。もうバリバリの左翼で日本の教育界を汚したのがこの杉山邦弘氏の実弟である堀尾照久先生ですね。バリバリの左翼ってことは、弟がバリバリの左翼ならば、お兄さんのこの杉山氏はですね、もうバリバリの左翼というわけでございましてですね、このバリバリの左翼がですね、この相撲利権に群がっていればですね、おのずと相撲協会もオパ欲な考え方になるという部分で、またオパ欲同士が仲良くなるというのもこのお相撲協会のこの常設、もう定説でございますわね。というわけでございましてですね、まあこの方はですね、もう顔を見ていただいて分かるように、もうあっちの方でございますよ、ね。そういうわけでございましてですね、まあ刈谷さんも大変ですね。刈谷さんは今立碑というですね、昔飛行機を作っていた企業のですね、ところの方に刺さりついてですね、そのようなお仕事を関連してやってますね。定年退職した後ですね、まあ杉山さんはもう90過ぎて死にそうになってますけど、まだまだ死なないということですね。相変わらず左翼思想をですね、ちらつかせてるザーマスはよ、そうやってちらつかせてザーマスはね、それでまだまだ東京場所ですか、まあ年に6回あるぐらいの場所ね、最近は顔を見せないザーマスはよ。ですけども彼会友ですからね、教会の会友でいらっしゃるザーマスはよ。ですから末席で毎日見てるザーマスはね、最近はこういうご時世ですから来なくなりましたザーマスですけど、普段であればその前ね、こういうコロナ禍の前はずっと毎日見に来てたザーマスはよ。ただ飯という形でやってたザーマスはよ。もう杉山氏はね、もう相撲利権に群がる寄生虫ザマスはよ、ね。まあ、そういうね、寄生虫がね多いザマスはよ。この業界はそうやってやって、かっこいいで固めてしまうザマスはね。で、例えば白鵬ちゃんなんかも、引退の記者会見なんか相撲記者クラブの記者しか入れなかったザマスでしょ。で、ああいうふうにもうやらせのね、もうやらせ満々のね、いい加減な適当なね、もうよいしょよいしょの引退記者会見やったザマスはよね。だから親王朝の話だとかね、モンゴル裏ビジネスだとか、そんなの誰も聞きませんザーマスでしょ。モンゴルトヨタは何なんだね、ちゃんこや鈴木ちゃん何なのね、オフィス根性どうなのとかですね、そういうようなご質問しないザーマスはよね。そういう質問どんどんするべきザーマスはね。まあ本当落ち着きましたらね、私も本当国技館の方に乗り込んでて、国技館の前でですね、でももう一度やるしかないザーマスはね。というわけでございましてですね、まあこういうお話をさせていただいた今日でございました。10月の17日日曜日でございますわね。まあ次回はですね、どうしましょうかね。次回はあれですか、もうそろそろね、こういうちょっと脂っこいお話ばっかりしてますからね、
どうしようかな、まだお話ししようかな、それとももう網干に行こうかしら、いろいろ考えておりますけどもね、まあ今日はとりあえずですね、このようなお話をさせていただきました。また次回もですね、まあしつこくあれば続けていこうかなと思っております。ザーマスはよ、ね、というわけでございましてですね、まあ今日はちょっと日曜日でもうお時間がないザーマスからね、あのお友達というか、お友達ではありませんね、お客様のですね、ご挨拶をしとくザーマスはよ。はい、姉ちゃん見てるか、ね、姉ちゃん、あのブログの方ね、あのあれでございますわよ、あのちゃんと連絡届きましたね、というわけですね。はい、それでは瀬戸内さん、こんにちは、コメントありがとうございます。乗り鉄さん、コメントありがとうございます。ホープフルさん、コメントどうもありがとうございます。永田さん、コメントどうもありがとうございます。愛国さん、コメントどうもありがとうございます。あとはたくさんいただいてましたね。川原さん、コメントどうもありがとうございます。もう他にもですね、多くコメントいただいております。松山親方様、コメントどうもありがとうございます。貴重なお話ありがとうございます。昭和男児さん、コメントありがとうございます。競馬の方のお動画、お競馬のお動画拝見させていただきました。ザーマスはよ、あの大変あのなんか最後差し切った素晴らしい、あれレースでございます。ザーマス の僕はもうあの全くあのお競馬お素人でございますんで、ちょっとよく分かりませんでしたけども、まあ見てる分だけには大変素晴らしいレースでございました。ザーマスはね、というわけでございましてですね、多くの他のお客様コメントいただきまして誠にありがとうございます。時間の関係上ちょっと割愛をさせていただくことをご了解くださいませ、というわけでございましてですね、今日の講義はこれにて終了。ザーマスはよ、講義はこれにて今日はもう終了。ザーマスはよ、私も時間ない。ザーマスはよね、もうお忙しい、大した忙しくないですけどもね、日曜日はちょっといろいろバタバタするザーマスは、明日月曜日ですからね、というわけでございまして、私がですね、この NHK のアナウンサーでございますわよ、この方たちね、もう退職してあのなってますけど、この2人ね、杉山氏と刈谷さんはね、あの元 NHK の、 あの相撲中継やってたあのアナウンサー、ザーマスわよ。ですから利権に群がる寄生虫ザーマスはよ、ね、よくあのお客様お調べになって、あ、杉山氏の弟実弟ってそういう左翼 の日本の教育を左翼化させた張本人ザーマスはね、とかですね、あ、すごいザーマスはねって、あ、カーリアさんっていうのはあの何リッピだかって、なんかそうか、お創価系の大企業のなんか、ケツ持ちやってるんザーマスのとかって、こうそういうですね、奥様困ったわね、本当にひどいザーマスはね、本当にもう左翼お左翼だとかお創価だとか、もうとんでもないことばっかりやってるザーマスはね、 NHK ってあの方たち何なんザーマスの、というふうにですね、ご確認をいただいたら幸いでございますね。というわけでございまして、私が殺されなければまたお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。ザーマスはよ。